はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。立川達比様、タッピ様、お手紙いただきました。陽子様、ミッドナイト様、タタ様、正論様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせて、いただきたいと思います。なんか寝癖っていうか、頭がちょっと決まんなくてですね、ちびまる子ちゃんのキザな男の子みたいになっちゃってますけれども、元国連職員で現在ロンドン在住のハンドルネームメイロマさん、なんかイギリス人の旦那さんと結婚してロンドン住んでるみたいなんですけど、ルッキズムは日本より海外の方が100倍ひどいですよ。アメリカの私立高校のスクールカースト上位は金髪碧眼ばっかだし、肥満は弾かれるし、フランスやイタリアでは顔や身なりが悪いと仕事回さないなんてことも普通だしと。そうなんだ。そういえばですね、アン・ハサウェイっていう美女が主演のプラダを着た悪魔っていうのを、映画、そういう話じゃなかったでしたっけ。実はすごい美人なんだけど、化粧もしねえし、頭はボサボサ、服もダサダサっていうアン・ハサウェイっていう美女がですね、だん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 身なりが良くなっていくみたいな、そんな話じゃなかったでしたっけ。確かにアメリカでのですね、男らしくあれ、マッチョであれみたいな、周囲の圧がすごいって聞いたことがありますけれどもね。なんか田舎の方だと、なよなよしてたり、ゲイとバレると、普通に殴られるんですね。普通に殴られる。こういう国なら確かにですね、法律作って規制すべきなんですけど、マツコとかテレビに出られてそんな差別ない、ゲイだからつったって殴られない日本に LGBT 法いらねえよな、つくづく思います。メイロマさん、海外は進んでるを鵜呑みにしない。なんでもですね、海外がいいって言ったら、アメリカとカナダでね、移住希望先1位に日本がならないもんね。海外ではーって振りかざすやつほど日本脱出しないってね。北欧ではーみたいなことを言うパヨは決して北欧には行かないっつですね。脱出しても懲りて帰国するってね。おいしんぼの作者、漫画家、日本は差別がひどいからみたいなことで、オーストラリアに移住してですね、そこで本物の差別を味わって、のこのこ、おめおめ、帰ってきましたもんね。自民党支持率 14.6%、時事通信が1960年に世論調査を開始して以来、過去最低を記録。野党に転落した麻生政権での党支持率 15.1% も下回ってしまいました。世論です。怪しい奴を全員立件できてたら、こんなことには。お咎めなしはいかんよな。裏金以前から岸田増税ばらまき売国が嫌で支持を落としている。政治のレベルは国民のレベルだからしゃあない。これあるね。なんか国会議員が金必要なのは、自分の代理でね、町内会だの冠婚葬祭だの顔を出して、でね、それで投票する人多いっていうのが、原因だって言うんですけど、選挙のためだって話なんですけど、葬式に来てくれたから、とかね、町内会に来てくれたから、投票するっていうのをやめないとこれなくなんないよね。国民のレベルがそれに達してないってことなんでしょうね。あまり焦ってないと思うよ。バカは投票に行かないし、すぐ忘れるしで。野党がゴミすぎるから 14% もあれば圧勝。もし河野太郎が総理になっても1年も持たないと思う。官僚の言いなり岸田で昭和の自民党に戻った印象。時事通信は野党転落前を下回ったって喜んでるみたいですけど、以前のようにですね、野党勢力が民主一強じゃないから、じゃないよ、分裂してから、政権交代はないと思いますね。ただ自民が次へ負けると、自公、維新も入れないと過半数ねえなんて事態にはなっかもしれないですね。その証拠にですね、自民党の支持率は記事にしてもですね、他党の支持率は書かない時事通信の姑息さ。自民党 14.6%、
じゃあ他は、記事に探しても載ってないんだよね。時事通信期待の立憲だの共産だのの支持率が書けないレベルなんだろうな、自民が低いって言ってるんですけど他もっと低いんだろうな、書けないレベルで。自民党支持率は読売の調査だと 30% 台なんですけど、この違いはどうして生じるんでしょうね。まあ調査方法とかいろいろあると思いますけど、時事通信の数字は全部低く出る、低めに出る。個人的にはですね、各社の数字の違いの、影響でないように、調査の方法の違いが影響出ないように、自民党を100とした場合何パーセントだったみたいな表記にした方がいいんじゃないのかなって思っております。自民党の 20% 政党支持率、立憲はみたいな感じで書いたら分かりやすいんじゃない。あとどこで調査しても大体揃うんじゃない。裏金の影響代、特に大したお咎めなしっていうのが逆水戸黄門的で、すっきりしない、全然すっきりしない。悪は退治されるべきであるし、やっぱりね、悪が退治されずにノーノーとおめおめと生き残って、平気な顔してんのは、まあすっきりしないですよ。逆水戸黄門ですよ。韓国をホワイト国復帰、日韓スワップ再開、相談なしに、これで法則が発動しちゃったんじゃないのかな、岸田政権と自民党にね。さあ皆さん、法則を復習しましょう。国家、企業、組織、個人を問わず、韓国と関われば関わるほど衰退し、嫌われれば嫌われるほど流星を極めるっていう法則。これ逃れた者はまだ誰もいないという法則ありますね。あとね、今やることそれっていう LGBT 法強行とかね、必要かそれ。日本ではなよなよしてても殴られないよっていう、気前いいですね。海外ばらまきとか、保険料上げるぞ、扶養控除減らすぞとかの増税路線とかね、国のためにきちんと働いてるっていうんだったら、政権だったらですね、不記載ぐらいで支持層離れていかないと思われるんですよね。高度経済成長を成し遂げた田中角栄は、ロッキードから金もらったかもしんねえけど、今でも人気高いですもんね。清和会世耕前参院幹事長、記者会見。うちの不記載裏金は5年間で1542万円だった。秘書が勝手にやった。知らなかった。うわー、昭和だなー。こんなことなら言わなきゃいいのになーって。世論です。この手の言い訳は心証悪くするだけ。もうゲロっちまえよ、秘書。鳩山の秘書は死んだし、なんか温泉に浮かんでたんだよね、ぷかーってね。あまりの秘書は一家揃って行方不明に。まだ出てこねえの？これ消えたままなの？よく知らないですけど。あんたはもう近畿大学の理事長に専念したら、当然秘書を背任で告発するんだろうな。秘書が親分に黙ってやるわけないだろうが、秘書が秘書がって昭和がってね、おめえら昭和がってね。安倍総理亡き後ですね、自民党が先祖返りしてる気がしてならないんですよね。交代っていうか対抗っていうか、何の信念もないから自分の頭で考えず官僚言いなりのところとかね、こんな言い訳だったらですね、むしろだんまりしてた方がマシなんですよね、これね。批判や非難もガン無視で、いつの間にか悪行が風化するパターンの福島瑞穂や辻元やアグネスはうまいことやってますよね。ガン無視で、皆さん忙しいからいつの間にか忘れて、あと毎日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 新しいニュース出てくから、そっちばっかり粘着してらんなくて、秘書も管理できない無能に国政任せられないって批判もできますね、世耕さんに対して。世耕さんに限らず、秘書がやったーっていうやつに対しては秘書も管理できねえのか、議員失格だっていう、批判もできますよね。2021年10月まで清和会衆議院議員だった長谷博石川県知事も裏金、5年間で859万円の不記載、政治不信を招き心からお詫びするテンプレ謝罪ですね。再発防止に努めますまで言ったらば NHK のテンプレ、ですけれども、謝罪。世論です。もうやりたい放題だな。これはもう議員全員やってんだろ。やってるやつもっといるんだろ。政治家にアスリートや芸能人枠いらねえわ。長谷知事は
元プロレスラーじゃなかったでしたっけ、全額被災地に寄付すれば好感度上昇のチャンス、819万の詐欺したやつは執行猶予つかないけど、特殊詐欺の横行でですね、詐欺にうんと厳しくなって、詐欺って言ったら大体あの執行猶予つかなくなっちゃった、大体5年くらって、初犯でも5年のあの実刑ね、執行猶予つかない、まああの5年だとつかないんですけどね、5年3年以上の求刑はだいたい執行猶予つかないんじゃなかったっけ、試験ですけど、これもあの後日修正する方針で、お咎めなしになるみたい、無敵ですね。5年前までしか罪に問われない、5年前の報告まで修正できるって合わせ技でね。こうなるとあの政治資金規正法自体必要なのか、抜け穴の方がでかくねこれっていう、疑問さえ湧きますけど、政治資金は好きに使え、政治の結果は出せ、収賄したら逮捕するでいいって言ったら言い過ぎでしょうかね。なんかそんな感じだよなっていう、政治不信を作ってるのは自分らに徹底的に甘い方を作る政治や自信ですよね。まあ、 あの具体的に言うと自民公明逆味と肛門的で全然すっきりしないんですけどね。ミサイル基地いらない、宮古島住民連絡会記者会見、自衛隊幹部20人が靖国神社を集団参拝したことについて、文民統制を壊すことであり、戦争時代の軍部の独走暴走を想起させると文句垂れておりました。世論です。うるせえな、めんどくせえな連中だな、正直どうでもいい、法律破ったわけじゃないぞ、50年前の通達など知らんわ、強制参加じゃなかったから OK、 部隊全体全員を強制していないからセーフと、人民軍に抵抗する自衛隊が憎くて憎くてしゃあないんでしょうね。日本侵略の妨げとなる自衛隊がこいつら憎くて憎くてしゃあないんでしょうね。日頃から何癖言いがかりするネタを探してる団体っていうか連中でしょうね。沖縄のあの市民団体ってあっけれども、沖縄県民でもないし日本国民でもないかもしんないですね。こいつら頼んでもねえのにですね、勝手に軍部の独走暴走を早期、なんか妄想して文句垂れてるみたいなんですけど、そんなにあの妄想が激しいんでは完全にメンヘラですよね。頭おかしいんじゃないのつ、頼んでねえよ、そんな妄想して勝手にあのアタフタすんじゃねえよみたいな、メンヘラ。記者会見開いて文句言うよりですね、心療内科にレッツゴした方がいいんじゃないかな、こういうメンヘラはね。今後はこういうことを言う連中にですね、まああの勝手に想起して、勝手に思い起こさせるとか、言う連中に対してメンヘラの妄想激しいメンテラってレッテル張りで対抗しましょう。どうもあのバカって言っても聞かないみたいなんだよな、あのこういうやつら。今日のその他のニュース、能登地震被災者の仮設住宅入居希望者が5000人を突破、だが平地がない、着工は338件にとどまる、長谷知事2階建てを検討、道路がない、寸断されてる、平地がないっていう能登半島の特殊事情でですね、被災者の苦難は長引きそうですね、これね。三重県松阪市、軽微な体調不良で救急車を呼ぶやつが多すぎる、市内3基幹病院に搬送する場合、入院に至らなかったケースではお車代7700円徴収すからと発表。海外は有料が基本でですね、もっと高いですね。4、5万取られるってニューヨークだと。乗るときにお金見せないと、フィリピンなんかの話なんですけど、乗るときにお金あるよって見せないと、どんな血だらけでも乗せてくれないんだってすごいなぁフィリピン。今後医療費増大に耐えかねて全国的にこうなるんじゃないですかね。自分で運転できないようならタクシーっていう手もありますけど、あとは家の人に送ってもらうっていう手もありますけれども、それだとあのどこの病院なら受け入れてもらえるかわかんないっすもんね。消防署に電話してどこの病院に行けって指示仰ぐのかな、そういう場合は。いわき市だとですね、市立のあの基幹病院、あの共立病院っていう1個ありまして、ここがあの大きいんですけど、24時間救急受付してました。
で、町医者の受付なんかに、夜間は共立病院へ、かなんか行って丸投げしてた。ずるいよなーってちょっと思ったんですけど、麻布台6年生の正月4日、深夜3時に超線光で緊急手術した思い出あります。あの時は痛かったなーって。盲腸が破れたんだろうっていうことで、緊急手術、腹開いたんですけど、盲腸じゃなかった。超線光だった。ついでに盲腸も取ってくれたらよかったになーって思うんですけど、それはやりませんでした。なんか12時ぐらいにもう我慢しきれなくなって、腹の痛みがね。で、連れてってもらったんですけど、車で20分ぐらいのとこかな。30分かな。その時はですね、もう、車から降りれないほど腹痛くて、車からですね、まあ、車椅子借りてきて、車から診察台まで、それで行ったっていう、思い出ありますね。腸が破れると、腹、めちゃくちゃ痛いです。腹の中になんか立ちばさみ入れられてるような、鋭利な痛みです。まあ死とか苦には、必ず一つぐらい、まあ24時間受付の病院、あんのかな、基幹病院つってね。川口で、クルド人200人ばかり暴れて、麻痺しちゃって受け入れできなくなったの、基幹病院じゃなかったっけ、川口市の。深夜の山手線内、酔って寝ている男性から、約100万円のロレックスを盗んだ男、二人組を逮捕。25歳と36歳だって言うんですけど、朝日新聞が7紙報道してるんで、あの国の人らがも、とツイートしたら、結構な数の賛同をもらいました。朝日新聞は、中国人、ベトナム人は、ちゃんとそう報道するんですよ。なので、あの国っていうのは一つしかない。濡れ衣だって文句言うんだったら、そう思われても仕方ない報道してる朝日にどうぞ。自業自得ですよね。あと日本人、人の腕時計欲しがんねえだろ。そんなね、腕時計に詳しいわけでもないし、あ、これ高いやつなんてすぐわかんねえし。で、そういう人だったら、詳しい人だったら、腕時計愛してんだから、そんな人のもの取ろうとしねえしょ。これはあの国の人に、私は間違いないと思うんですけど、まあ皆さんの意見もコメントで、よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。私の動画の特徴で、チャンネル登録してないんだけど、毎日見てる人が多いっていう特徴を YouTube に指摘されてしまいましたんで、チャンネル登録よかったらよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。